じゃあ YouTube も開始します。はい、通知した、通知した、なんか緊張しますね。自分も緊張してるよ。普段やらない番組だからミスらないかなって。普段あんまり会うことがないので。そうですね。どうしても自分は夜の時間担当だから。でもなんかツイキャスとか結構見たりしますよ。あ、見てる？見たりします。あまり見ない方がいいかも。なんかその通知で来た時に、あ、キャラさんが映ってるとか思って。夜はなぁ、あ、今日こういう服装なんだとか陰ながら。夜は一応キャラクター作ってるから。あれはファンタジーですね。あ、あと少しだ。1分ぐらい。あと1分ぐらいですね、うん。あ、沖縄大好きさんが。あ、そろそろヘッドホンを押しますか。こんにちリズム。はい、では始まります。デュアリズムのおしゃべや。時刻は17時半を回りました。デュアリズムのおしゃべやの時間です。 MC はさあきです。よろしくお願いいたします。この番組はギノアンヒルズ通り FM ギノアンのスタジオより生放送でこの後18時まで放送いたします。今までにない新たなジャンルを皆様にお伝えできたらいいなと思っております。本日がデュアリズムのおしゃべやとしては92回目、さあきのおしゃべやとしては50回目のラジオとなります。我らデュアリズム、初めましての方もいらっしゃると思いますので自己紹介をさせていただきます。デュアリズム妹のさあきです。はい、我らデュアリズムは趣味でコスプレをしたり踊ってみたなどのダンス活動をしております。私たちのコスプレ活動は一般に思い浮かべられるであろうメイド服やナース服とは違い、アニメや漫画のキャラを模した服装を身にまといます。普段は姉妹で活動しているデュアリズムですが、本日も先週に引き続きお姉様が大阪にいらっしゃるため、お姉様が帰ってくるまではさあき一人ですが精一杯頑張りますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、本日はフェイトより沖田総司くんの加工をしております。はい、フェイトとはですね、2006年フェイトシリーズ初となるアニメフェイトステイナイトが放送されてから約15本のアニメ作品が続いている人気作品です。はい、ということで
フェイトの説明が終わりましたので、続いてデュアリズムの説明に移りたいと思います。はい、また踊ってみたの活動はその名の通り J-POP やボーカロイド、その他にもハニーワークズさんなどをはじめとする楽曲に合わせて踊ることで、動画投稿サイトで動画をアップロードする際にカテゴリータグとして付けられることもあります。我らデュアリズムの踊ってみた活動は動画投稿サイトではなく、主に踊ってみたのイベントにて活動しております。沖縄で開催されている踊ってみたのイベントは、主に沖団、次にコスプレイヤーさんが踊ることがメインの沖コスターが年に数回開かれております。ということで、今はね、この期間は沖コスとか沖団とかが開催できないんですけど、そろそろねライブハウスとかもだんだんねそのオープンし始めてますので、そろそろ沖団沖コスが開催されるかなと思いますので、開催が決まり次第皆様にお伝えできたらいいなと思っております。この番組デュアリズムのおしゃべりではメッセージやお便りを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。コスプレや踊ってみた以外にも、食べることや可愛いものにも目がない我らデュアリズム、宜野湾市内をはじめとする沖縄県内のそういったお店の情報もお待ちしております。またリクエスト曲も募集しております。アニメの曲から J-POP までいろいろな曲お待ちしております。はい、 FM 宜野湾ではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。映像と音声といえば、デュアリズムでも個別にショールーム配信を行っておりますので、よろしければそちらからもお楽しみいただけます。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジオダウンロードしていただけますと、いつでもこのラジオを楽しんでいただけますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加していただけますと幸いです。それではここで一曲お届けしたいと思います。本日はですね、ひまわりさんからのリクエストで、桜面で紅です。お願いします。かっこいい入りがいい、いいですね。やっぱ楽器は違うからね、和楽器っていいですね、うん、いつも以上に緊張するよ今日。50回もしたんだもん、一人で早いな。50回、節目なんだね。やばいですね。昔の時代劇とかにも合いそう。好物です。ママが楽しそうだ。和楽器バンドも好きなんだけどな。でもいいね。
作業されたのかな。やっぱすごい音が大きい。こあそれか、ダメだ、これだ、スピーカー並みになってる。ネットに入っちゃったかな、あの子。なんかそう最近親近感が湧きまして、あの自分が推してる、うん、今までずっと推してたグループがあるんですよ。それがそのデビュー曲を YOSHIKI さんが、あ、そうなんだ、作詞作曲をしてくださって、もうそれで行ったので。あ、 YOSHIKI さん天才だからね。もうそれでなんかもう YOSHIKI 様みたいな。あの人今いくつなのか、50は確実に超えてるかな。やばいですよね、あの見た目で。やばいです、やばいです。それでその推しのグループのラジオとかにも出演されてて、うん、おー、YOSHIKI様がっていう。だから XJAPAN って自分でも小学生の時に解散してるから、ちょっとお兄さんお姉さんぐらいの世代が一番本当はドンピシャの世代で、じゃあマミー。だ、自分もよく XJAPAN 好きって言ったらなんでって言われたりとかして、上に兄弟がいるわけでもないから。いや、ただ単に歌ったら気持ちいいでしょ。カラオケで歌ったら気持ちいいでしょって言ったら歌うように。そうそうそう、やっぱ和楽器って最高ですな。いいですね。緊張しますね。よし、行きます。はい、やばいな。例えば100回目さ、あれだったよ、お姉ちゃん OK っていう電話、テレワークでお姉ちゃんが100回目出演してくださるそうです。さっきアポを取りました。ってことはあと8回やったら100回いきます。7月の最後か、8月の頭ぐらい。8月の頭ぐらいです。おお、あー、ドキドキ。100回ってすごいね、なかなか。あっという間に。うん、お送りしております。この番組はデュアリズムのおしゃべやです。ギノアヒルズ通りにあります FM ギノアのスタジオより生放送でこの後18時まで放送いたします。お相手はデュアリズムさあきです。よろしくお願いいたします。はい、では早速コメントを拾っていきたいと思います。はい、まずツイキャスから拾っていきたいと思います。お、ツイキャス、お、マウスがどこにあるかがわからない。お、ツイキャスの触り方があれ、マウスが
戻ってきました。はい、ではまず沖縄大好きさん、こんにちリズム、こんにちリズム、シュプリームさん、さあきちゃん、こんにちリズム、こんにちリズム、アウトレットでお買い物なうよーと。アウトレットでお買い物中なんですか。さあきもね、一回ね、トスでアウトレットに行ったんですよ。そのトス佐賀県でしたっけの、トスのアウトレットモールで服をね、お姉ちゃんと一緒に選んで、初めてそうで、2回目で初めて、2回目なんですけど、お姉ちゃんと自分で服を買いました。いつもね、なんか自分で買わないんですよ。お姉ちゃんが買ってくれたりとか、お姉ちゃんからお下がりもらったりとかなんですけど、そう、2回ともね、お姉ちゃんとね決めたのだけどね、そろそろね自分でね決めてみようかなっていう、自立をね今頑張ろうとしておりますが、ちょっと勇気が出ませんねじゃあ次に武蔵さん、さあきちゃん、山内さん、こんにちリズム、こんにちリズム、生放送お疲れ様ですと。はい、本日はですね、ミキサーさんがなんとキャンさんが入ってくださってまして、ちょっと珍しいコンビなんですけど、今日もね頑張っていこうかと思います。かっちゃんさん、さあき、キャンくん、リスナーの皆さん、こんばんリズムと、こんばんリズム。はい、スプリームさんが記念すべき50回おめでとうリズムと、おめでとうリズム、ありがとうリズムと一人でね、もうね50回も行ってるってことで、本当にねびっくりですね。まあ一応ね、あと8回のラジオでなんとね100回を迎えることができるので、そう、100回目はね、そのお姉さまがテレワークなんですけど、多分予定ではテレワークで出演してくださるということで、久々にねデュアリズムを皆さんにお届けできると思うので、ちょっとねさあきはね、ちょっとそれが楽しみです。はい、そう、なんかね沖縄大好きさんがね、さあきちゃんファイトと、頑張ります。そう、100回目もね皆さんお楽しみにしながら、これからもねデュアリズムのねおしゃべりを聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで早速コーナーに行きたいと思います。さあきの今日何の日、はい、このコーナーはですね、さあきが今日が何の日かと伝えていくというコーナーです。はい、今日は何の日だと思いますか。5、4、3、2、1、ピピー、正解です。はい、本日はお掃除の日と思いました。さあきがそれを紹介すると思いましたか。違います。さあきが紹介するのはこちら、アーモンドミルクの日。皆さんご存知でしたか。今日はアーモンドミルクの日なんです。原料となるアーモンドが5月下旬からなり始めることと、30を実が丸くなると読む語呂合わせから、アーモンドミルクの魅力について情報発信をしているアーモンドミルク研究会が2017年に制定したそうなんです。はい、さっきもね本当にね知らなくてですね、そうそう、アーモンドミルクにはですねビタミン E などの食物繊維が豊富に含まれていて、そのダイエット効果とかもあるらしくて、そうそう、だけどねあいにくサーキはですねアーモンドなどナッツ系があまり得意ではないんです。ということでサーキはレシピを調べてみました。アーモンドミルクの、はい、アーモンドミルクの中に冷凍のいちごとかベリー系を入れて、いちごミルクならぬいちごアーモンドミルクというものを作れるそうなんです。はい、これだったらねサーキもねアーモンドミルクが飲めるんじゃないかと。まだねアーモンドミルク飲んだことないのよ。そうそう、おばあちゃんがねすごい好きで持ってきてくれたんですけど、いつもお姉ちゃんにあげてばっかだったので、今日はねこの日をねきっかけにね飲んでみようかなと思います。ぜひ皆さんも今日記念に飲んでみてはいかがですか。以上、さあきの今日何の日でした。
さあ、昨日ギノワンウェザー。このコーナーは、さあきがギノワン市の現在のお天気を伝えていくというコーナーです。はい、本日の今のギノワン市の気温は28度。暑いね、もう夏ですよそれはい、で、ところにより曇りらしいです今ので、最高気温が29度で、夜は曇り時々晴れで、最低気温が25度と、めっちゃ今日は暑い日になっております。はい、さっきもね、そのラジオの前にね、ちょっとお買い物がありまして、またね、お母様とお出かけをしたんですけど、お買い物をするまではね、まだ晴れてたんですけど、ちょうどね、お店を出たぐらいに思いっきり降り始めまして、ちょっとね、そのそれでね、一気にね、暑くなっちゃって、今日はね、なんだろうな、夏的な暑いっていうよりは蒸し暑いって感じですね。やっぱなんか梅雨って感じがします。なんか晴れたりね、なんか雨降ったりと、今日はね、天気が不安定でございます。なのでね、皆さんはね、その折りたたみ傘とか、あのこのぐらいのシーズンは持ち歩いた方がいいかもしれません、というさあきの独断と偏見で皆様にお伝えしました。以上でさあきのギノワンウェザーでした。はい、ということでフリートークをしていきたいと思います。お、皆さんからコメントが届いておりますよ。沖縄大好きさんが、アーモンドミルクのレシピ、ふむふむ。武蔵さんが、いちごアーモンドミルク美味しそうと。美味しそうでしょ。お、かっちゃんさんから、兵庫ウェザーが届いてきました。はい、今日の兵庫県は晴れ、最高気温27度、最低気温17度。おお、振り幅が10度も変わるんですね。涼しいですね。おー、涼しいですね。なんか風邪ひきそうですね。なんか最高と最低がなんか10度も変わると、あの体調に気をつけてください。はい、ということでね、今日ねフリートークで話そうと思ったのが、皆さんお姉様のツイートを見た方いらっしゃいますか。そう、お姉様が髪の毛を染めましたそう、なんかね、そのツイッターに上がる前にね、その家族のグループラインに送られてきたんですけど、もうね、家族はね、みんなしてね、染めたのって感じの反応だったんですけど、まあ、さっきはね、まあ、どっちでもお姉様が染めたくて染めたなら全然いいかなと。似合ってましたしね、なんかピンクっぽい髪の毛でくるくるって感じにも巻いてて、ちょっと可愛いなと思ったんですけどね。さっきはね、黒髪のお姉さまも染めたお姉さまもどっちも好きなのでね、なんかね、その複雑な気持ちですよね。なんかそう、家族側ではちょっとね、あんまり似合ってないとか、なんかそのあまりね、好評ではなかったのを、ツイッター側ではすごく好評だったので、なんか複雑な気持ちですよねお、ショールームもコメントが届いております。ショールームにも沖縄大好きさんが、こんにちリズムと、こんにちリズム。そう、お姉さんも髪染めてたんだよ。よかったらね、あのデュアリズムのツイッターの方からもお姉さまのツイッター飛べますので、よかったら気になる方見てみてください。はい、というのと、ちょこっとしたニュースなんですけど、さっき学校が始まりまして、まあまあね、学校が始まる前に、そのよくね、そのお買い物に行ってまして、その学校の用具を揃えるっていうためにお買い物に行ったはずなんですけど、必ずと言っていいほどサンリオのお店に寄ってしまってですね。で、サンリオのお店に寄らなくても、お買い物に行ったところにとあるキャラクターが置かれておりますと、それをね、買ってしまうという謎のね、その習慣ができておりましてですね、気づけば勉強のね、机の周りにね、視線が増えておりまして、そのさっきのね、大好きなそのサンリオのキャラクターのポチャッコくんというキャラがいるんですけど、その子がですね、あのすごい増えておりまして、メモ帳やら、あのクリップやら、もう全部ポチャッコくんになっておりまして、さっき本人もすごく今驚いています。なんか知らぬ間にね、お人形が増えてたりとか、なんか部屋を見渡せばポチャッコくんって感じなんですけど、よかったらプレゼントとかも待ってますのでポチャッコくんお待ちしております。はい、ということで、もうそろそろでお別れの時間となってしまいます。早いですね毎回ね、第一声早いですねなんですけど、皆さん楽しかったですか。さっきはね、
今日はね、佐々木の意見も伝えますが、すごく佐々木はすごく楽しかったです。はい、おーみんなねメモメモしてくれてますね、ポチャッコくん嬉しいですね。おーはい、先週のね木曜日ぐらいからね、いろんな学校とかがスタートしてたりとか、お仕事が本格的にスタートしてたりとかしてるんですけど、まあ、佐々木もね今週1週間いろいろありまして、すごくバタバタだったんですけど、その中でもだんだんねこの学校生活の思い出してきたというか、あとはその学校生活もね今まで通りなんですよ本当に。なんか朝行って熱測ってアルコール消毒するぐらい変わったことだから、あ、やっぱ受験生だなっていう実感も湧きながら、学校生活もあ、友達とこんな感じ楽しいなっていう、ちょっと楽しみと緊張感をいい感じに持ちながら楽しんでおりますので、来週ぐらいからね落ち着き始めてショールーム配信を平日できたらいいなと思っておりますので、はいということで残り2分ぐらいになってしまいました。あっという間の30分間でしたが、皆さん楽しかったですか？はい、皆さんが楽しかったならさっきもすごく嬉しいです。はい、番組に参加していただいた皆様本当にありがとうございました。お相手はデュアリズムさーきでした。では皆さん行きますよ。今日も一日、今週一週間お疲れリズム。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。バイちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。早いのか、何なのか。あ音楽流れなかった時すごい焦った緊張しました。5秒ぐらいかかったら再生する。コスモさんから勉強して薬剤師になると最終的にはね薬剤師になって、その警察のねそのマトリになりたいんですけど。お、厚生労働省。はい、その薬剤師の資格があったらなれるんですよ。そう、あ、なるほど。検査をする警察の裏側のやつになれるので、それになりたくて。だけどその前に一旦安定した職業に就きたくて看護師を目指してて今って感じなので、まあね、ちょっと看護の学校に入れるように今猛勉強中ですとりあえず看護師になったらね皆様にねすぐねお伝えできたらいいなと。国家試験が受かり次第で皆様にお伝えできたらいいんですけど、まだまず高校を受からない限り進められないので頑張っていきたいと思います。とりあえずねその高校はね多分受かるよっていろんな先生に言われてるんですよ。自分めっちゃ不安だったんですけど、うん、いろんな先生方が大丈夫あんた受かるよってめっちゃ言ってきてくれるので、すごいねあのだんだんね安心してきてます。あー、だからね、薬学部もね、行こうかどうか迷ったんですけど、看護師になりたい理由ね、もう一個あって、お姉ちゃんと働きたくて、その2番目のお姉ちゃんが今、看護師目指して、今年国試受ける予定なんですけど、そのお姉ちゃんと一緒に働きたいなっていうのがあって、まず看護師って感じですね。そう、なんかその高校に行って、5年間で看護師になって、それで看護で働きながら、そう、薬剤師目指せたらなと将来考えてる系のね、女の子なので、うん、一応、とりあえずね、5年で看護師になれたらおばあちゃんも安心するのでとりあえず頑張ります。はい、ということで皆さん、本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。もう薬学部ね、琉球大学とかですかね、とか本土の大学とか。ああ、そっか、いろいろ考えよう。